本社スタジオ株式会社 FM 佐世保は長崎県佐世保市の一部地域を放送区域として超短波放送をする特定地上機関放送事業者であるハッピー FM の愛称でコミュニティ放送をしている2007年開局佐世保市に本社を置く放送局としては1954年のラジオ佐世保以来53年ぶりの開局となった本社 スタジオは4が町商店街に面している。送信所は県域放送局も佐世保中継局を設けるなど立地条件の良いエボ市だけにあり、コールサインジョスレー BEFM 周波数 873MHz 空中線電力 20W で送信している。放送エリアはウクトを含む佐世保市全域。2013年からは防災体制の強化や 南朝市地域のカバーを目的にインターネットラジオ放送を開始したことにより佐世保市外からの聴取も可能となったもともとは専用アプリケーションを通じてスマートフォンに限定していたが開始と同時にパソコンからの聴取にも対応したまた環境省が取り組むクールチョイスに賛同しており自社制作の番組内にてクールチョイスインフォメーションが放送されているすべての番組が 自社制作だった時は、工述する放送時間の延長を除き、深夜や早朝など放送されない時間帯があった。2012年9月30日までは6時23時だったが、同年10月の番組改編と同時に開始時刻の繰り下げと終了時刻の繰り上げにより2時間短縮され、7時22時に変更された。放送時間の延長が実施されたのは次の通り。 2015年10月31日からは、リスナーの多様化や、災害放送、緊急放送を届けられる体制を整えるため、これまでの自社制作番組に加えて、ネット番組の放送を開始したことで、24時間放送へ移行した。なお、24時間放送移行後も、毎週月曜日の3時から5時の間は、ネット番組側に合わせて、放送休止となっていたが、 2019年10月に一部の番組の時間枠移動により放送休止の時間帯が、下記は2020年4月現在の内容である。時間帯は次の通り以降のうち、週2回以上定時に放送する番組は以下の通りである。平日の12時台から14時台と18時台後半から21時台、火曜日の11時台は日替わりの番組編成となる。また、 週末は平日と異なる番組編成となっている。1時間または2時間の番組が基本だが、2016年5月の番組改編に伴って一部の帯番組の放送時間が変更となったことで、30分または90分の番組が新たに設けられた。その後、同年10月の改編では90分番組の一部が時間帯変更に伴って2時間番組に再拡大している。 2017年4月の番組改編では30分番組の新設や既存の60分番組を90分に拡大したが、2019年5月の番組改編では90分番組の一部を60分に短縮。同年10月の番組改編では既存の60分番組の一部が25分、または40分に、2時間番組が90分にそれぞれ短縮された。 2020年4月の番組改編で25分または40分の番組が再び1時間に拡大したほか1時間番組の一部は各週の放送へ移行している2017年8月からは水曜日に22時台の自社制作番組の放送が開始され2018年9月からは月曜日にその翌月には金曜日に 2019年5月からは火曜日と木曜日にも22時台の自社制作番組の放送が順次開始され、平日の自社制作番組は2012年10月以来となる23時までとなったが、同年10月からは22時台の自社制作番組は金曜日のみに縮小されたものの、翌月には水曜日に22時台の自社制作の番組が新たに開始されて週2回となっている。 二千十八年春の番組改編では、既存の再放送番組を金曜日の十六時台にも放送することとなり、これに伴って金曜日の自社制作番組枠の開始時刻が一時間、繰り上がって十六時からとなった。二千十九年春の番組改編では、週末の自社制作番組枠の開始時間が九時からに繰り下げられたほか、土曜日は十九時二十一時をネット番組へ移行したため、 日曜日と同じ15時で終了となった。同年7月21日に日曜日の11時台に新たな再放送枠を設けたことにより、日曜日の自社制作番組枠が土曜日と同時間帯に揃えられた。同年秋の番組改編では、平日の自社制作番組枠の開始時刻が8時からに繰り下げられたほか、火曜、 水曜、木曜は自社制作番組枠の終了時刻が22時に繰り上げとなった。また、月曜18時台後半と金曜15時台が自社制作番組に変更されたため金曜日は8時から23時まで自社放送となった。週末は自社制作番組の終了時刻が14時に繰り上げられた。自社制作番組は生放送が基本となっており、 再放送は前述した金曜の16時台、週末の10時台、平日昼間、土曜の12時台と13時台となっている。詳細は公式サイトのタイムテーブルを参照のこと。自社制作による特別番組は少なく、大晦日の2時間番組に始まり、2009年からはサセボ初売り関連の特別番組が、2011年からはクリスマス特番がそれぞれ放送されていたが、 二千十五年十一月のネット番組の放送開始に伴い、大晦日の特別番組とクリスマス特番は二千十四年、佐世保初売り関連の特別番組は二千十五年に順次放送を終了した。なお、クリスマス特番は二千十八年に十九から二十時代の通常の番組を休止して二時間の特別番組として、佐世保初売り関連の特別番組は二千十九年に、 昼間のネット番組を休止して14時台から16時台に3時間の特別番組としてそれぞれ4年ぶりに復活して放送された。さらに同年1月4日には11から12時台の通常の番組を休止して2時間のお正月特番が放送された。また開局日である7月22日には毎年通常番組の一部を休止して 周年記念特番が放送されていた。この周年記念特番はネット番組開始後の2016年も放送され、この日は通常放送されているネット番組の一部も休止となったことで、通常の番組を含めて1日限りながら、ネット番組以降前の時間帯すべてが自社放送となった。なお、2017年以降は行われなかった。さらに、 イベント開催時には通常放送されているネット番組の一部を休止して自社制作の特別番組に差し替えることがあり2017年2月11日は17から18時台を当日行われたサセボバルサルクに関連した2時間の特別番組に同年10月21日2018年10月20日2019年10月19日は16時台を よさこいさせぼまつり関連の特別番組にそれぞれ差し替えて放送された。番組の改編は通常3ヶ月ごとに行われているが、2015年度秋の番組改編はネット番組の放送開始に合わせて通常よりも1ヶ月遅れて11月改編に2016年度春と2019年度春の番組改編も1ヶ月遅れて5月改編に2018年度春の 番組改編は、約1ヶ月遅れて4月30日に行われた。また、時期によっては、自社制作番組の改編が行われない場合もある。ミュージックバードミュージックバードフォー・コミュニティも、参照のことネット番組は、ミュージックバードから配信している。ミュージックバードフォー・コミュニティ FM のうち、以下の時間帯で放送される。このため、2時間以上の番組の一部は、 途中飛び降りまたは途中飛び乗りによる短縮放送となる。また、自社制作番組同様に改編による番組の入れ替わりに加えて、自社制作番組の放送開始や時間移動に伴って、ハッピー。FM でのネットを終了した番組や、ネット側での放送時間の移動によって、ハッピー。FM でもネットされるようになった番組もある。 平日のコミュニティ発全国放送ゾーンについては、全曜日の深夜枠のみがネットされている。ハッピー。FM で放送されている主なネット番組は以下の通りである。は、当社と同じコミュニティ FM 局が制作する番組、2017年4月よりフルネットに変更されたが、2018年5月より金曜日のみ、途中飛び降りに変更。 2019年10月より月曜日から木曜日までの放送となる途中飛び乗りネット開始当初は平日22時23時55分の放送だったが2017年8月に水曜日が23時23時55分に短縮して以降2018年9月に月曜日同年10月に金曜日2019年5月に火曜日 木曜日が順次放送時間が短縮された。2019年9月に月曜日、同年10月に火曜日から木曜日が順次ネット開始当初の時間帯に戻ったものの、同年11月に水曜日が再び23時23時55分の短縮に戻った。2018年4月放送開始2017年4月から2019年4月までは途中飛び降りだったが、 2019年5月よりフルネットに戻る。2018年10月放送再開、途中飛び乗り。再開当初は15時15時55分だったが、2019年10月より14時15時55分に、時間拡大。2017年4月から2019年4月までは、途中飛び降りだったが、2019年5月よりフルネットに戻る。 2019年4月放送再開ネット番組の放送開始以降、日によっては自社制作番組の一部を休止し、ネット番組の枠拡大を行うことがある。2015年12月30日から2016年1月1日は自社制作番組の一部が放送休止となり、期間中はネット番組の時間帯が5時9時、15時18時にそれぞれ拡大し、 通常は途中飛び降りとなるモーニングコミュニティとアフタヌーンパラダイスの臨時フルネットとリメンバーミュージックの臨時ネットが行われた。また自社制作番組の担当パーソナリティが当日に諸事情で欠席となり、かつ別のパーソナリティによる代理担当ができない場合、そのパーソナリティが担当する自社制作番組の放送を休止し、代替として ネット番組の臨時ネットが行われることがある。反対に大雨等でネット番組が放送不可となる場合は自社制作の音楽番組に差し替えて放送される。当社では中学生以上のリスナーを対象とした公式版クラブ制度クラブハッピーが設けられており登録されている。 加盟店にて携帯サイトの加盟店割引クーポンか、メンバーズカードを提示することで割引などの特典を受けることができる。メンバーズカードを取得する際は本社事務所にて簡単な手続きで取得できる。料金は入会時にカード発行手数料を支払うのみで入会費、年会費は無料である。ただしカードの紛失などで再発行を行う場合には500円の手数料がかかる。 About Happy FM ありがとうございます。